はい、おはようございます。ラスカラでございます。今日ねちょっとねカメラ遠いよね、わかるんだけどすごいす料理というのも、まあ、このねお店の感じとか見るとわかる方も多いと思うんですけれども、文福飯店さん久々にね1年ぶりぐらいかなお店の方にね来ました。今回はね、まあ、オーナーさんにお料理の方ねお任せしちゃったんだよねでかつねまだねちょっと調理する音も聞こえるんですまあもうこの時点でね、まあ、多分もう限界かな、食べきれるかなって感じなんですけど、今回はねいろんなこうおかずにご飯4種類ご用意いただきました。これご飯の量がね段階的にこちらの文福飯店さん違うんですけれども、こちらから育児なし盛り、普通に大盛り、もっこりっていう、まあね4種類のサイズになるんですが、まあお米も多いしおかずもねめちゃめちゃ多いんですけれども、あったかいうちにねこちらの美味しい料理をいただいていきたいと思います。それではいただきます。ちょっとね小鉢からいただこうかな。まあいろいろ何種類かあるんでちょこちょこねつまんでいきます。一品目はねこんな感じかな、見えてるかな。ごめん今回はお任せでお願いしているのでちょっと料理名がねあんまり分かってないです。ちょっとおかず一品目ですね、シューマイだね。僕文福飯店さんのシューマイマジで大好きなんですよ。超絶品でございます。それではいただきます。うまっ。あふわふわでうめ。マジでうめえ。これがね、マジでうまいんすよ。チリソースに。あ、どうぞ。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。追加きましたね、やっぱり。ってことで、これまずね、育児なし盛りは完食でございます。で、これ普通盛りなんだけど、普通がね、超でかい。普通のね、定食屋さんとかで出てくるご飯だったら、完全にね、大盛りですね、これは。いいよ。続いてお肉いこうかな、硬くなっちゃうとあれなんで。こちらは豚のステーキみたいです。めっちゃ美味しそうだよね、いただきます。ほんのりね、酸味の効いたおろしソースですね。すごいさっぱりする味付けだけど、これね、めちゃめちゃいいね。ご飯に合うよ。梅酸っぱい。で、またこのさ、いただいたお味噌汁のサイズがね、めっちゃでかい。1年ぶりの宅から。ありがとうございます。
るから。いただきます。ありがとうございます。いや、食いきんないってこれ。今日もね、おそらくお持ち帰りしそうです。ちょっと次にね、この大盛りなんですけど、もうね、漫画盛りでけーな。でもこれ、マジでね、撮影だからとかじゃなくて、普段からね、大盛り頼むとこの量なんで、頼む方はね、これ注意してください。食べきれない可能性があります。いやー、すげー量だ。こちらは完食でございます。本当はね、三角食べしたいんだけど、おかずはね、ちょっと順々に食べていきます。改めて見ると画面上すごいことになってるね。こちらも完食でございます。やっと、おいしいよ。まさかうまいっすよ。もうマジで食べきれないっつって。いや、やばいっすね、やっぱり。ありがとうございます。とりあえずさ、ハンバーグいきましょう。ハンバーグはこんな感じと。これね、ハンバーグもめちゃめちゃうまいんですよ。これね、文福さんの、特にこのひき肉系ね、まあ、さっきのシューマイとかもそうなんだけど、ハンバーグとかも、ほんとマジで柔らかくて、めっちゃ大好きなの。チーズケチャップハンバーグ、こんなのも絶対うまいよね。うまそう。うまっ。うん、今まで僕、その文福さんに今日含めて3回来てまして、過去2回ともね、食べきれてないのよ。おそらくだけど今日もね、無理だね。あとでうちの嫁さんにね、おかずいっぱい持って帰るから夜ご飯大丈夫だよって LINE しときます。もうなさそうだから三角食べしていこうか。続いてこちらだね。これはね、わかんない。でも揚げ物かな。うまそう。おそらくね、さっきのあの豚ステーキと同じお肉を衣で揚げてるやつですね。
ハムカツ分厚いな。これなんかめちゃくちゃ気になるからさ、食べていいですか。ハムカツなんですけど、ちょっとカメラ越しじゃ分かりにくいじゃない。指より太いのよハムが。やばくない。絶対うまいやつじゃない。これやばいね。はい、これもいろいろあったかいうちにね、こちらの美味しい料理をいただいていきたいと思います。それではいただきます。ホルモン焼きそば。ありがとうございます。いやーすごいね。マジか。ハンバーグはね、完食でございます。今ね、こちらの大盛りですね、完食しました。ごめん、なんかさ、ちょっとね、お腹もね、溜まってきて、オーナーさんもね、結構料理が終わって手が空いたんで、少しね、休憩がてらお話ししてたら1時間ぐらいね、話してたね。また食べ進めます。うん、ということでハムカツもね、完食でございます。さすがにね、なんか麺類はね、食い切れない気がするから、エビチリ食べちゃおうかな。続いてこちらがエビチリでございます。てか、エビでかくない？これ1個でかいんだけど、やべえなサイズ。オーナーのトシちゃんさんが持ってきた時は、まあ、エビチリって持ってきてくれたんだけど、確かにソースの味付けはエビチリなんだけど、これね、中身がね、お豆腐、揚げ出し豆腐みたいになってる。それにこのね、タコがちっちゃく刻まれてて一緒に入ってる感じですね。このタイプのエビチリは初めて。エビチリだけどエビのないエビチリ。うん、これうまいわ。うん、はい、ナスカルさん、来ましたよ。はい、ナスカルさん、重く揚げ焼きそばでね。お待ちくださま。待って、あんま多くないですか。開けましょうか。ビュッとビュッと、やっば。お腹まだ大丈夫ですよね。お腹はいっぱいですね、結構。やっぱり量が。あれ、デザートです。デザートです。今あの本物のデザートも。え、まだあるんですか。本物のデザート。ラスコちゃん、どこかな。
ちっちゃいですか？骨でちっちゃいですか？あら、ラッコちゃん。うわ、出た、出た、池の水サイダー出た。またそれは、池の水出た、これ。ラッコさん、はい、いやこれもうみんなから聞いてますよ、やばいの。池の水サイダー、こんな感じですね。池の水サイダーですね。あの、一番わかりやすいのは本当にチュッと開けて匂い噛んでいただければ一番わかりやすいです。いや、いっぱいなんで出ちゃうんじゃないかな、これリーバイス。うっくせいただきます。はい、わかんなさい。飲むとそうでもないんですよ。美味しいですよね。帰り気は気をつけてくださいね。ゲップが、あのドブの匂いが。ギブアップ、お持ち帰りでお願いします。お持ち帰り、お持ち帰り。はい、ということでね、ごめんなさい、まあいろいろありつつ、今日のね、文福飯店さんのお食事はね、こんな感じで終わりたいと思います。まあまあもちろんね、すごくたくさん出していただいたんですけれども、文福飯店さんの、まあ、オーナーさん自身もね、こうきつくなるというか、まあ食べきってもらおうという感覚ではなくて、まあ、愛情という感じで、まあ、こうやってね料理をたくさん出していただいているので、僕の方でも、まあ、本当に苦しくなる前に美味しく食べれるうちにね、こんな感じで、無理せずに食べて、本日はね、お持ち帰りさせていただこうと思っております。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。鼻やばくなりますね。一撃で一撃必殺。うおー。